入道イカは、筒津イカモクツメイカ家に属するイカの一種。古い学名マーオトゥーシースロブスタの名で呼ばれることもある。北、太平洋広域に分布し、日本の東北以北からカナダ北部太平洋の冷水域に分布。沖合の表層から中層域を住みかにしている。食腕は細い。外頭長は2メートルに達し、小人津明華魂族の中では、 最大種、イカ全体で見てもダイオウホウズキイカダイオウイカに次いで3番目に大きな種である。食案を伸ばすと6メートル近くにもなり、日本近海に生息するイカでは、ダイオウイカに匹敵する巨大種となる。体型はスルメイカに似ているが、巨大であることと、食案がまっすぐ無地上に伸び、吸盤部分に仮面が示すように3センチメートルほどのカギ爪がある。 カギ爪は36個で2列に並んでいる。腕には50から60個の吸盤があり、長さは外当長の9100%。体色は赤褐色で死ぬと体表が剥げて白色になる。深度数百メートルの深海に住んでいるので、詳しい生態は不明。長い触手で他の深海性のイカや深海魚は捕食しているとされる。時折傷ついたり、 産卵後の弱った個体などが、旋回に稀に目撃されたり、死体が浜に打ち上げられることもある。巨大なイカなので、ダイオウイカと共に、マッコウクジラの重要な餌となっている。深海イカ特有の塩化アンモニウムを大量に含み、それを浮力にしているために、肉質は非常にしょっぱく、他の巨大イカ同様に食用には向かない。南日本の海域で年、 以前に大型の本種個体の写真が H クボタによって撮影された。この写真は死にかけの個体をダイバーと共に広角レンズで誇張して撮影したものだった。1993年にグイード・ティポッペとゴトウ・カオルオーによって出版されたヨーロピアン・シー・シェルズの中でこの写真は大王オウイカとして紹介された。2004年9月30日に最初の生きた ダイオウイカが撮影されるまで10年以上にわたって、この写真は生きたダイオウイカを捉えた最初の写真だと考えられていた。ありがとうございます。